おはようございます。早速始まってますね。やってます。暑いですけど。暑いですね。暑いですね。今日何人ぐらいですか。そうですね、16人になります。16人、はい、よろしくお願いします。後ろ向き、後ろ向き、待って。次2回やったらちょっと遠くへ。ファーストブレイク出せるときいつ？あ、カット。スティールとかしたとき、あとリバウンド。答えてる。誰かの声じゃなくて、他ない。他は？あ、ミスした時ね。ルーズボール。ルーズボール。あとは？早くする。まあシュート決められたでも、早く球出ししたらそういう時もあるよね。相手が戻り遅かったりしたら。それぐらいかな。で、なんで速攻だったら、ファーストブレイクだったらシュート決めやすい。ディフェンスいないで、いるパターンもな。たまに一人戻って、バックガードとかで戻ってる。ああ、アウトナンバーね。それもある。みんなディフェンスしてて相手がスピードに乗ってきたら止めにくくなる。こう1対1でこっから用意スタートより、自分がボール持ってきて相手も走ってて、こうズレがある方が抜きやすい。で、今そういうパターンの練習したいんだけど、どん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 速いペースで試合したいんだったら、そういうシチュエーションを多く取った方がいいと思って。で、そういう練習なんだけど、大体みんな半分に分かれて、まあ、そっちは右から、こっちも右から始めるんだけど、で、スタートはハーフラインから。で、ドリブルついて、スピードに乗った状態から、レイアップするシチュエーションの練習。で相手を抜いたりするっていう練習で、最初はスピードの状態からフェイントしやすい状態なんで、レイアップ、普通にレイアップしていいからいいし、でその時にしっかりサイズをこっち側に倒してスライダーとしてレイアップ、まずこれを一周で、また一周終わったらこっち側のやつ。やっと暑いの慣れてきました。あ、ですか。めちゃめちゃ暑いもん。いや、水も滴る、いい男で。こんなに動いてないのに、めちゃくちゃ暑かった。ちなみにジョーさん、ちょっと素人質問していいですか。はい、バスケ選手って、シュートを打つ時って、ボールって回ってんすか、回ってないんですか。回ってるぞ。このボールって。こう回ってない状態で飛んでいくのか、くるくるしながら行くのか。ああ、そうですね。回転はかかりますね。やっぱかけますよね。はい、指先使った方がまっすぐ飛ぶし、だから距離も多分出ると思う。はい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 。
野球とかでもやっぱナックルボールってボール無回転なのと、うん、やっぱストレートで速い球投げたいときはやっぱ、ね、回転かけてとか回転かけた方がいい。最後に指先使うから回るんだ。そう学習です。ありがとうございます。するのかなと思ってたら、このなんていうのかな、いかにしていい感じでシュートを打つかみたいな、その前動作の練習がこうね、朝から見に来て思うみたいな。高平さんのスクールはね、どっちかというとシュートの練習が多かった。いかにこう強くこう小さいからでもできるんだよっていうのをやっぱりこう子供たちに見せるんだなって感じてて、小屋さんシュートはなんかオールラウンダーかな。シュートもあるし、ドリブルもあるし、まあまあ見に来てるその1回だけの練習っていうのと毎回やる練習っていうのは内容は違うとは思うんですけど、まあ大久保さん、情報マカさんって本当に BJ リーグを代表するスリーポイントシューターだと思うんですけど、この2人がちょっと大事にしてるところが若干なんとなく練習を見てて違うのかなーなんて素人ながら思ってたんで、そうですね、飛ばす前にドンって。
かっこよくなった。そう、上手くなるとね、プレーがかっこよくなるんだよね。ああ、かっこよくし、なんかかっこよくなったかっこよくなった。もうなんか、ちょっと雰囲気変わったな。おいおいおい。はい。なんかこう、みんな、はい、最後のゴンが強くなったのか。素人の俺が見ても思うんだから、こっち普通に練習してることだから気づくわな。はい、なんかすごいプレーがかっこよくなりました。2点もそうだし、同じとこでどんだけ入るか。あと、ちょっと今日 YouTube 撮りに行ってる方がいるんですけど、富山の車屋さんなんですけど、長谷さんいいですか？あ、こんにちは。こんにちは。こんにちはって撮りながら喋っていいんですよね。バスケット、プロの選手結構応援してくれてて、結構自分で YouTube やって、いろいろ載せたりしてもらって、はい、結構ブラジルの選手は車買ったり、ここで買ったりとか。こんにちは。まあ、ジョホ選手と仲良くさせてもらってて、まあ、もともと本校の卒業生の水戸くんと知り合って、ここにバスケット見に来たのは多分10年前なんですよ。で、まあ、水戸が福野の子なんで応援来たら、えらいかっこいいお兄さんがいるなと思ったのがジョホさんだったんですけど、まあ、プレーもかっこいいというかね、なんか見てて、僕すいません、なんか 何語っとんのかよく分かんないんですけど、あのシュートを打つ前になんかドーンってやってるのを見てたらうまいなと思ったんですよ。だからまあ真似するのがいいなって思うのと、まあ、こうやって SNS やってるんですけど、富山の良さを県外に伝えたいのと、県外の良さをまあ富山の方にお伝えしたいなってやってるんですけど、あのまあいい先生がいらっしゃいますし、全国ですか目標は。そうですね。あ、じゃあ全国へぜひ、あの新聞いつも見てますんで、あの頑張ってください。おお。一試合最高何点取られた？プロになってからは36かな。プロで36か34。高校とか大学も？大学はもう、そして高校は40何点とか。中学校の時も40何点取ったことあるんで、15分だけど。全国大会で。一応北海道出身で、で初めてミニバスで全国出たの初めて。その時でも。ずっとサッカーやってて、小6からバスケも始めたんで、結構遅かったで、でも全国大会行って、中学校も全中出て、で高校も一応インターハイは行って、
効率なんだよ、一緒じゃん、効率で私立行かずに効率行って頑張ってるやって、大学も大学は推薦で行かせてもらったん でそこから大学卒業してからすぐ大阪ヤベッサっていうあの B リーグのチームに入って、そこからプロのキャリアが次で18年になります。はい、ありがとうございます。せっかくなの写真撮りに行った。写真撮れます。はい、撮れます。その経歴写真撮れます。お。じゃあ押しまーす。これどんな感じですか？ピースな感じですか？はい、じゃあいきますよ。はい、チーズ。パシ。はい、高潮の美人ちゃんたち、イエーイ、急にイエーイだし、ありがとうございます。頑張ってね、全国行ってね。え、先生、富翔、出身は富翔です。へえ、タスクは被んないですか？被らないですね。タスクそういうことか。年、僕タスクと一緒なの で、 あ、そうなんです。年だけで言うと、はい、僕はサッカーだったんで全然あれですけど、はい、僕の地元の砺波で、はい、高潮の女子バスケ部の皆さんと楽しそうにスクールやってます。加工しとるね、はい、美人に囲まれてます。イエーイ、イエーイ、動画です、動画です、イエーイ、イエーイ、楽しいぞ、全国行ってね。イエーイ、これ上げていいのこれ。イエーイ、全国行けそうっすか？あ、行きます。あ、じゃあ、はい、応援してます。ありがとうございます。じゃあ、あの、なんかジュースでも持って応援行きます。ちゃんと決勝行ってね。決勝にじゃあジュース持ってきますね。はい、頑張ってください。はい、ジョーさんです。お疲れ様でした。また、また、また来週も来ます。まだすごい盛り上がってる。はい、あの、いいもん見せてもらいました。また、また今度がっつりバスケットトーク撮らせてください。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあまた、ありがとうございます。ではでは。はい、 JN リクソ JN カーゼは、まあ富山県のね、子供たちに本物を、夢をっていうことでね、いろいろこういうスクール事業の応援もしてますんでね、はい、ぜひまた応援の方よろしくお願いします。それでは JN カーゼ JNTV 長井でございました。ではでは。